ユーフマイナス73は中国で最初に成功した液体水素、液体酸素を推進剤とするガス発生キサイクル、ジンバル式の姿勢制御装置を備えたロケットエンジンである。正式軌道に通信衛星を打ち上げる目的で調整3号の上段に使用する水力4とのエンジンとして1970年代初頭に開発され、1984年に初めて、 打ち上げられた。1994年時点でより強力で、信頼性の高い UF-75 に置き換えられた。1961年、中国は、1万0ナブ森の主導で、液体水素、液体酸素を推進剤として使用する極低温エンジンの開発を開始した。1965年3月、最初の水力2 0 0ラムの燃焼器の試験が成功した。 1970年、点火装置と水力8 0 0ラムの燃焼室が開発された。1970年10月に水力4トンの試作機の開発作業が開始された。このエンジンはガス発生器サイクルで1975年1月25日に初めて燃焼試験を実施した。中国政府は1975年3月、調整3号の上段用として、 より強力なエンジンの実用化に移行することを決定した。最初の打ち上げは1984年4月8日の中国発の静止通信衛星である東方クレナイ2号の打ち上げだった。エンジンは2000年により強力で高信頼性の UF-75 によって引退するまで13回の打ち上げに使用された。UF-73 は液体水素、液体酸素を 酸素、水素の混合比後で燃焼する。調整3号の最初の形式の第3弾の推進を担う。UF-75 はそれぞれ個別のガス発生機とターボポンプを備えた4機のエンジンで構成される。燃焼機の圧力は26バーで、ノズルの膨張比は40である。被水力は真空中で425秒である。水力は4.4トンである。 エンジンの推力方向は2機のシリンダーで方向を変えることが可能である。全高1.244メートル、最大幅2.2メートル、重量は236キログラムである。ありがとうございます。